Il riepilogo vuol dire di entrare subito nel DLC. Comunque, caricamenti della PS5. Ah, c'è un filmato, ragazzi. その昔、平和や正義を破壊し、恐怖に満ちた世界を作り出した悪の王である。まさに暗黒の時代、人々が希望を失っている中で、一人の武道家が大魔王に戦いを挑んだ。武道家はマフーバという技を用い、今日疲れた大魔王はこれに封じられる。長きにわたった魔の時代は終わりを迎えたのである。しかし現代、不届き者によってその封印は解かれ、ピッコロ大魔王は復活してしまった。大魔王とその一味は、抵抗する者を根絶やしにするため、武道家たちを手にかけていく。クリリン、チャオズ、そして無天老師、多くの名のある武道家が犠牲となった。抗いようのない恐怖に人々は逃げ惑い、いよいよピッコロ大魔王による悪の統治が迫った。しかし、それでも諦めず大魔王に挑む者がいた。この勝負はどっちかがバラバラになんなきゃ終わんねえぞ。無論貴様だ。Okay。C'è Goku che fa pochissimi danni e al Satan che ne fa un casino.
Easy per il boss. わずかでも動いてみろ。こいつの頭ぐらい一瞬で粉々にできるぞ。貴様たち人間の弱点はその精神的な甘さにある。非常になりきれんやつが悪に勝てるわけがなかろう。ハハハハ、形勢逆転だな。貴様は確実に倒しておくぞ。悪の世に邪魔な存在だ。どうすることもできんだろう。ついに終わったぞ。ピッコロ大魔王様の勝利だ。暗黒の世の支配者に逆らった愚か者よ、死ね。失敗したな。腕一本残してた。何？俺のすべてをこの拳にかける。見事というしかないな。だがこのまま魔族が消えてなくなると思うな。我が子よ、いつの日か父の恨みを晴らしてくれ。悪の根を絶やしてはならんぞ。ピッコロ大魔王は孫悟空によって倒された。恐怖に沈み込んでいた世界は活気を取り戻し、人々は平和の尊さをかみしめた。しかし
その平和はひとときのものかもしれない。ピッコロ大魔王はその死の間際、己の意志を継ぐ者を生み出し、悪がついえることを阻止していたのである。ピッコロ大魔王の生まれ変わりが動き始めるのは3年後の天下一武道会。次なる脅威に立ち向かうため、悟空は神のもとに向かい、そこでさらなる強さを求めて修行を開始する。ドラゴンボールによってピッコロ大魔王に殺された仲間たちも復活し、天下一武道会に向けて各々の厳しい錬磨は続けられた。そして3年の月日が経った。遅いですね、皆さん。あら、お二人さん、久しぶりね。お久しぶりです。ブルマさん、それにウーロンさんとプーアルさんも。いやいやいや、こりゃたまげたわい。ますます女らしゅうなりよって。カメじいさんは変わってないわね。なあ、他のやつらは？私たち、ずいぶん前からここにいるんですけど、まだ来てないみたいです。ヤムチャのやつはどうしたんじゃ？一緒ではなかったのか？それが、ヤムチャ様は西の都に帰ってきてすぐ一人で修行の旅に出てしまったんです。私を置いてね。ほっ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 、ヤムチャもか。クレリンのやつもそんなことを言って修行に行きよったわい。よほど3年前の悟空に刺激されたんじゃろうの。まあな、あいつってばあのピッコロ大魔王を倒すほど強くなっちゃったもんな。今考えても信じられないわよね。あのチンチクリンの孫君が世界を救うだなんて。なあ、おつあ。ブルマ、お主の知り合いか？いいえ。じっちゃん、生きててよかったな。みんなも元気そうだ。クリリンやヤムチャや天津飯たちはどこだ？もう予選会場に行っちまったんか？まさか、あんた、ソン君？お前、何言ってんだ、当たり前だろ。おお、よかった、雨が小降りになってきたぞ。嘘だろ、本当に悟空なのか？なんだよ、こいつ頭に巻いてっかわかんねんか。撮ってやら、よく見ろよ。どうだ、間違いねえだろ。その髪、確かに悟空だ。それよかさ、ブルマとじっちゃん、縮んじまったんじゃねんか？あんたがでかくなったのよ。そういや、背伸びたかもしんねえな。それにしても、こいつはたまげたわい。やっほー、そこんとこでちょうどみんなと会ってさ。お久しぶりです、無天老師様。あまり反応がないな。驚いてるんですよ、僕たちの変貌ぶりに。見てくださいよ、無天老師様、私などこんなに背が伸びちゃって。元気そうだな、クリリン。これでみんな揃ったな。お前、まさか悟空か。お悟空、この野郎、会いたかったぞ。ちっとも礼が言えなかったじゃないか。あれが悟空か。そ
そうらしいな。本日の天下一武道会に出場される選手の皆様、まもなく受付を締め切ります。出場登録がお済みでない方は急ぎ受付を行ってください。繰り返します。本日の天下一武道会に出場される選手は、そういえばお主らは登録を済ませておらんかったな。せっかく厳しい修行をやったのに受付し忘れて大会に出られないとなると泣くに泣けんぞい。あ、悟空、お前もまだなんだろ。さっさと済ましちまおうぜ。あ、大会の選手たち、第23回天下一武道会始まる。ok, allora, quindi dobbiamo adesso iscriverci al torneo. Comunque molto bello anche vederlo con questo vestito. Ancora tra l'altro viene il bastone di magico. Oh, ovviamente iscriviamoci, cioè. Ok. Poco dopo l'iscrizione di Goku e dei suoi amici. Filmato adesso. なあ、じっちゃん、いつもの道着持ってきてくれたか。何を言ってるか。お主たちは皆もう立派にそれぞれの道を歩いておる。いつまでも亀仙流の道着を着ることもなかろう。さあ、頑張ってこい。はい。信じらんないわ、あの孫君が。結構いい男になっちゃったりしてさ。けっ、浮気っぽい女。さて、どれほどの力を身につけたのか、じっくり見させてもらうぞ。じゃーん、どうだ。どうせ無天老師様、今回は仮面川流のユニフォームをくれないと思ってさ。俺、道着屋で作ってもらったんだ。考えることは一緒だな。ほらもだよ。なんだよ、俺だけ目立とうと思ったのによ。ん？なんだ悟空、どうかしたのか。あいつ、バカな、まさか。来たな、ピッコロ大魔王。悟空、あいつ、まさかピッコロ大魔王の手下の生き残りか。うん、そんなようなもんだな。でもみんなには内緒な。そんなことわかったら大騒ぎになっちゃうかさ。あの雰囲気はただもんじゃないな。知ってるやつなのか。あ、いや、 あいつ強そうだなって言ってたんだ。孫悟空。お、誰だおめえ。バカ。なんだあいつ。悟空、今のは。むちゃくちゃ可愛い子じゃないかよ。いつの間に知り合ったんだよ。知らねえって。ほら、あんなやつ会ったことねえもん。嘘言え。そういう雰囲気じゃなかったぞ、くんの野郎。お前本当に神様のとこで修行してたんだろうな。本当だって。選手の皆様、お待たせしました。あ、ほら始まるみてえだぞ。
しょ。あとで詳しく聞かせてもらうからな。めいったな。ただいまより予選を行いますので中央にお集まりください。Ok, di nuovo alcuni filmati che ovviamente questo è un gioco molto fedele alla storia originale, quindi c'era da aspettarselo alla fine. Diciamo un bel lavoro. なあ、そろそろ予選が終わったんじゃねえか。うん、そうじゃな。おい、あっちに本戦の対戦表が貼り出されたってよ。本当か？行ってみようぜ。わしらも行ってみるかな。そうね、みんな予選を通過してると思うけど、誰と誰が戦うか気になるものね。もう人が多くて見えないじゃないの。ウアル、お主ならば見えるじゃろ。読み上げてくれ。わかりました。第1試合はももしろしろって読むのかな。その人と天使班さんが戦うみたいですよ。ももしろしろ、ひょっとして桃のようなナイスバディのお姉ちゃんかの。エロジジイ。第2試合が、あ、悟空さんだ。悟空さんと匿名希望って書いてあります。匿名希望とは妙じゃな。名前を隠してるってこと？なんでそんなことするのかしら。第3試合はマジュニアって選手とクリリンさんですね。マジュニアね、なんとなくいけすかない名前だけど、どんなやつだろう。ヤムチャ様は第4試合です。シンって人と対戦です。今回は1回戦を突破してよね。大丈夫ですよ、たくさん修行したんですから。それで全部か。はて、チャオズはどうした。チャオズさんは、あれ、そういえば名前も書かれていないな。どういうことじゃ。あ、いたいた。無天老師様、みんな詳しい話を聞く必要がありそうじゃな。ということで、俺たちは予選を通過できたんですけど、チャオズは負傷してしまって。なんと、そんなことか。それで今チャオズは病院に運ばれて治療を受けてます。そうか、なんともなければよいが。それにしたって、チャオズ君を倒したのは誰なの？だって普通の人には負けないでしょ。それについては、無天老師様知ってますか。鶴仙人の弟のタオパイパイってやつ。タオパイパイじゃと。タオパイパイがチャオズを倒したというのか。しかし奴は悟空が、うん、ずっとね、カリン島のとこでオラが倒した。爆発したし、オラ絶対に死んだと思ってた。でも生きてたんですよ。しかも半分ロボットのようになって。タオパイパイは悟空も天津飯も殺す気でいます。第一試合でまず天津飯のやつと戦うことになりました。なるほどの。それで天津飯は一人で精神を集中させてます。相手が相手だからって。どっちゅうことねえさ。天津飯ならあんなやつ敵じゃねえ。そいつは聞き捨てならんな。鶴仙人一つ忠告しておいてやる。亀仙流のヘボどもが全滅せんうちにとっとと逃げ出すんだな。クソジジ、ここではっきりさせておいてやるが、天津飯はもとよりここにいる3人も今や亀仙流ではない。皆
このわしを越え、それぞれの部の道を歩いておるわ。おお、亀川流の道着をつけているのにか。それはこやつらがこのわしに対する思いやりで、それぞれにこしらえたもんじゃ。そうだそうだ、無天老師様はお前なんかと違って尊敬されてるんだ。今のうちにせいぜいそうやって意気がっておくんだな。サイボーグ化したタオパイパイは想像を絶する強さを手に入れた。天津飯や貴様らにほんのわずかでも勝ち目があればいいがな。なによ相変わらず嫌なジジイ。天下一武道会本戦に出場する皆様にお伝えします。まもなく試合が始まります。出場者は武道寺本館に集合してください。あ、始まりますよ。みんな頑張ってね。よし、行ってこい。見せてもらうぞ、お主たちの上達ぶりを。はい。E là, sei pronto per andare? Naturalmente. Sì, ora è tutto ok. Poi io mi chiedevo, ma probabilmente non la metteranno quella parte, poi la mettono. Benissimo, allora muoviamoci. Che Io hajimaru na. Shiai mae no kono kinchoukan wa いつになっても止まらないぜ。ちょっと metteranno la parte prima probabilmente no, perché una parte lunga e non so a quanto vuole arrivare. Io sì, però metteranno anche la parte in cui loro vanno a prendere il ventaglio di probabilmente lo metteranno. Ah, minna karinto ni nobottan da.その後バラバラになってそれぞれ修行をしたわけさ。そっか、そうだったんか。そういや、てっぺんにいたヤジロベエってやつにも武道会に誘ってみたけど来なかったみたいだな。ははあいつこういうの綺麗なんだ。うるせえ、来たけど負けてまったんだわ。しかしあのシェンって野郎、見た目はさえにゃおっさんだけど、あいつただもんじゃにゃね。予選であんなどえりゃやつに当たってまうなんてついてにゃあわねえ。なあ悟空、ずっと聞きたかったんだけどさ、神様の修行ってどうだったんだ。やっぱきつかったか。ああ、そりゃものすごかったぞ。お前がそれほど言うってことは相当だな。もしかして天津飯選手のお仲間でしょうか。ああ、はい、そうですけど。ああ、よかった。予選の時に皆さんが一緒にいたところを見て、きっと関係者だと思っていたんですよ。実はですね、お伝えしたいことがありまして、チャオズ選手のことなんですが、つい先ほど病院から意識が戻って順調に回復していると連絡があったんです。本当ですか。ええ、本来なら私から天津飯選手にお伝えしなければならないのですが。ほら、あの様子でしょう。ちょっと邪魔できなくて。ああ、そうですよね。わかりました。ありがとうございます。
では私はこれでよろしくお願いします。よかったな、チャウズが無事で。どうする、悟空、さっきのことを天津飯さんに伝えるか。でも邪魔するのも悪いよな。あえて言わずに試合に集中させるってのも手だが。そうだな。Come già detto prima, ci concentriamo nella storia. Ne è passato di tempo, Goku. È incredibile quanto tu sia cresciuto. Vedo che sei riuscito a superare l'eliminatoria, anche se sarebbe stato stupido pensare il contrario. Anche gran parte dei tuoi compagni sono arrivati alla fase finale. Una bella impresa. Mi raccomando, date spettacolo anche stavolta. Ci conto. Ops, non è il caso che io mi perda in chiacchiere. È quasi ora di cominciare. Ti senti pronto? Ovviamente sì. Ottimo, vedo che stai scalpitando. Aspetta solo un momento. Diamo inizio allo spettacolo. ただいまより第23回天下一武道会を始めます。第1試合はタオパイパイ選手と前回の優勝者天津飯選手の対決です。では両選手どうぞ。目に物見せてやれ。安心しろ、とりあえず殺しはせん。試合では半殺しにしてやるだけだ。貴様と悟空は私が優勝した後でじっくり料理してやる。それでは第1試合始めてください。Però è difficile qua. Ovviamente alcune cose non non l'ho preso. Poi abbiamo nella doppia vita perché non la deve avere lui. Forza. Stanno giocando proprio di merda. Non ti lascia proprio un secondo libero. Se voglio 3000 di danno ha fatto. Non ti lascia un secondo. Ma che cazzo è? Non, boh, non fa niente. Che giocata di merda, oh! Che giocata di merda!
少し遊ぶか。Elle! Aspetta, non me lo può fare più. Cioè, sono letteralmente buonissimo. Esquivalo! Ok. Lo vuoi far uscire sta qua. Quanto cazzo di danno fa? Io posso. E me la mandano buona. No, non sono sicuro. まさかこんなことが。タオパイパイ様、チャオズにしたことは忘れます。もうやめてください。私はあなたが考えているより強くなりすぎてしまったのです。ふざけるな。私に戦い方を教えてくださったのは鶴仙人様とあなたです。無様な負け方をさせたくありません。退場してください。貴様、この私をコケにするか。反則です。武器の使用は固く禁じられております。この勝負、天津飯選手の勝ち。うるさい、もう試合などどうでもよい。武道家としての誇りもなくしてしまったのですか。偉くなったもんだな。せいぜいほざくがいい。その口も今に聞けなくなる。とっておきの兵器スーパードドンパで貴様は死ぬのだからな。セットしたぞ。これでどんなに逃げようとスーパードドンパがどこまでも追ってゆく。このサイボーグタオパイパイ様を見くびったのが運の尽きだ。さあやれ、やってみろ。地獄に行ってから後悔せい。スーパードドンパーかー。バカな、そんなバカな。気合だけでスーパードドンパをかき消して。あ、数日は目が覚めないでしょう。連れて帰ってください。そして二度と我々の前に姿を現さないでください。お願いします。この恩知らずめ、貴様ろくな死に方はせんぞ。やったな。ああ、参ったな。ちょっと強すぎますよね。大変なハプニングがありましたが、続いて第2試合に行きたいと思います。選手の準備が整い次第始めますので、しばらくお待ちください。
よし、次はオラの番だ。相手はあの可愛い子ちゃんだろ。くー、いいな。まだ言ってんのかよ。やれやれ。悟空、分かってると思うが、準備ができたらスタッフに連絡しろよ。あ、ok, noi siamo pronti, quindi parliamo. Iniziamo il secondo incontro. Tra l'altro, non penso che non spoilerare. Nanka, ome, itsumo okotten na. Nande da? Zibun no munesa, kiite mire. I両選手の入場です。第2試合は前大会で惜しくも優勝を逃した孫悟空選手と、女性でありながら堂々と予選を勝ち抜いた匿名希望選手です。匿名希望選手は訳あって本名を明かせないそうなので、こう呼ばせていただくことにしました。どうもわかんねえな。おめえオラのこと誰かと間違えてねえか。間違えてねえ。おめえ孫悟空だろ。そうだけど、けどオラおめえのこと知らねえんだよな。むかー、まだ言うだか。始めますよ。よろしいですね。それでは第2試合始めてください。ほら、おめえに会ったことあった？ある！え？いつ？ほら見て！何もかも忘れちまってるから！ほら、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 忘れちまってたか！約束？約束ってオラが？おめえと？なんて約束したんだ？オラのこと、お嫁にもらってくれるって！え？お？お嫁？ん？ふん、今頃やっと思い出したようだべ。クリリン、お嫁ってなんだ？教えてくれ。バカ野郎、お嫁にもらうってのは結婚するってことだよ。夫婦になってずっと一緒に暮らすんだぞ。悟空、それ知ってて約束したのか。一緒に暮らす、おめえとかほらそんな約束したか。一体誰なんだ、頼むから教えてくれ。はっ、しょうがねえ、オラに勝ったら教えてやるだよ。ほんとか、やった。オラ名前も知らねえやつとずっと一緒に暮らさなきゃなんねえのかと思っちゃったよ。へっ、もう勝った気でいるだか。じゃ、行くかな。覚悟しろよ。やれるもんならやってみるだよ。ふん、いけねえ、やりすぎちまったかな。場外。孫悟空選手の勝ちです。今のは一体な、何もしていないのに。何もしとらんことはないぞよ。悟空は凄まじい勢いで拳を繰り出したはずじゃ。その時に生じた衝撃波のようなもので、あの子は避ける間もなく吹き飛んだ。おい、しっかりしろ、大丈夫か。さすがだべ、やっぱオラが旦那にと決めた男だけあるだよ。なあ、教えてくれ、おめえ誰なんだ。まだわかんねえだか。オラ、牛魔王の娘の父だよ。父？ああ、そうか。父、おい、
嫁に？オラたちもうちょっと大きくなったら嫁にもらいに来てくれな。ん？何くれるって？やだ、わかってるくせに。なんかようわからんけど、くれるもんならもらいに来っぞ。思い出したぞ。いた。ほら確かに嫁もらいに来るって言った。やっと思い出しただか。そっか。ほら嫁って食い物のことだとばっか思ってたのに。ま、いっか。約束しちゃったもんな。じゃ、結婚すっか。んだ。おっと、なんとなんと、孫選手結婚してしまいました。くっつくのって歩きにくいじゃねえか。夫婦ってこういうもんだべさ。なんとあの悟空が結婚してしまった。唖然とする仲間たちをよそに天下一武道会は大盛り上がりで進行していく。第3試合に登場したのはクリリン。彼と対戦したのはピッコロ大魔王の生まれ変わりであるマジュニアであった。ザコめ、鍛え抜かれた技を持ってクリリンはマジュニア相手に善戦するが、マジュニアの技量はさらに上を行っており、反撃を受けたクリリンは敗退してしまう。ダメだ、参った。そして続く第4試合、登場したのはヤムチャとまるで素人のような見た目のシェンであった。どうもどうも。あっさりと勝負が決すると思われたが、シェンは隠された実力を発揮し、ヤムチャは後手に回る。シェンがヤムチャを上回るのは当然であった。なぜなら彼の正体は神様だったのである。シェン選手、シェン、シェン、シェン、そうか、やっぱあのちゃん神様だ。神様の圧倒的な武に対し、ヤムチャは持てる力を振り絞るも力及ばず、あえなく敗退。そうしてここに準決勝を戦う4人が出揃った。悟空、天津飯、マジュニア、シェン。天下一の座につくのは果たして。続く白熱の試合、天下一武道会の勝者は誰だ。さあ大激戦の末ベスト4が決まり、いよいよこれより準決勝戦へと突入いたします。準決勝最初の試合は天津飯選手対孫悟空選手です。この2人は前大会で凄まじい決勝戦の末にわずかに天津飯選手がまさに優勝しております。果たして今大会ではどうなるでしょうか。よし、さてと見てやってくっか。頑張るだよ悟空さん。お、quindi si va con il terzo incontro che vedre che vede come sfidanti Tenzin e Goku, che non so chi sia questo Goku, però
Dai, possiamo cominciare allora. Cominciamo questo incontro. から飛ばしていくつもりだろ。もちろんだ。見せてもらおうか、修行の成果。では天下一武道会準決勝第一試合始めてください。Ok, si comincia. Mamma mia, non si alza più. Oh vabbè, perché sola come sta. Ora si so. Attenzione, avviciniamoci al centro che vorrei evitare problemi. Perché non si è stordito? Oh! Oh! Ma come fai a sparare una così semplice? Sì! Blu! Classico! Combattimento molto figlio al momento, devo dire. Si rialza secondo me adesso. Ok, fine. Strano. Ah, si è scaldato per benino. Ah, forse era fatto un prima. Molto prima. Sonyo, omae wa mattaku sugoi yasu da. Ano 3 nen mae no jiten de sono tsuyosa wa masani kanpeki datta.そいつをさらに上回るとは恐れ入ったぜ。おめえだってやっぱすげえや。相当修行したんだな。もちろんだ。負けたくはないからな。これはまたとんでもない試合。まさに息をする暇もありません。おお、天心はちょっとたまな。俺ちょっと服脱ぐからな。服？ああ、好きにしろ。暑いからだ。ああ、ちょっとここで息をつくようです。孫選手、道着を脱ぎ始めました。無理もありません。この暑さであれほど動き回れば。よっ。
ソン、このシャツちょっと見せてもらっていいか。ん？あ、ああ。な、何？ソン、お前、今までこんなのを着て戦っていたのか。神様がな、これも修行だって。リストバンドも、まさか靴もそうなのか。うん、亀仙人のじっちゃんの修行の時もさ、亀の甲羅背負ってたんだけど、同じようなもんだな。なにのんびりしてんだよ、俺が片付けてやら。あー、悪いなクリリン、気つけるよ、おめえからな。なんだよこりゃ。お前、これって普通の重さじゃねえぞ。だろ、片っぽだけで20キロだもんな。足がだるくなっちゃってさ。いっしゅっ、全部で100キロ以上はある。なんと驚きました。孫選手、これまでは重い服を着て戦っていたようです。それであの動きをしていたわけですから。いやはや言葉が出ません。軽くなった、お待たせ。なるほど、これでさらに速くなるわけか。いいだろう、お前がその気なら俺もとっておきの必殺技を披露するまで。とっておき？一体どんなんだ？お前がいくら身軽になったとて、12の目から逃れられるかな？12の目？指針の剣！ハン選手が4人になったように見えます。どうなってんだ、残像剣じゃねえ、みんな本物だ。その通りだ。まさかまさかの4対1。これは孫選手どのように対処するのでしょうか。やっぱおめえはすんげえよ。目の天下一武道会からずっと強くなって、ほらワクワクが止まんねえぞ。悪いなぞ、今回も俺が勝たせてもらうぞ。へへ、そうはいかねえぞ。確かにおめえの技にはびっくりしたけどさ、勝つんはおらだ。では決着をつけるとしよう。お前か俺か、どちらが上かはっきりさせるぞ。Ok, comunque comincia la seconda parte dell'allenamento, dello scontro. Comunque ovviamente per Goku erano 100 kg in più, ma per noi cioè, no, non c'è la differenza naturalmente. Belle le nostre. Vabbè, quello che per noi cambia è che fa molto più danno. Fare il mio. Oh. In realtà i cloni hanno la specialità di Dentin. Ah, ok.
Ah, è finito lo scontro. Ah, ok. Adesso erano i cloni? Sì. Ah, quindi non c'era lei. No, si è diviso in quattro. No. Ok, c'è il primo. おめえらしくねえ疾病だったな。4人になったのはすげえ作戦だったけどさ、1人の力4人に分けたから攻撃も守りもスピードも全部4分の1の力になっちゃったもんな。まさかこうもあっさりと見破られるとはな。乾杯だ。武空術を使う暇もなかったぜ。どうも。場外です。天津飯選手、まさかの場外負け。孫悟空選手、決勝戦への進出が決定いたしました。悟空のやつ、あれほど動いたにもかかわらず息が乱れておらん。今の悟空の一番恐ろしいところはパワーでもスピードでもない、とんでもないほどのタフさを身につけたことじゃ。やっただな、悟空さん。すごかっただよ。おらぶったまげちまった。とんでもない武道家になっちまったんだな。へへ、見直しただろう。惜しかったな。いや、惜しくないさ。はっきり言ってあいつの強さは桁違いだ。まさかここまで腕を上げているとはな。さてと、いよいよか。父、ちょっとおめえ表に行っててくれっか。え、あ、ああ。Ci dice di parlare con Divo, praticamente Dio, non so come si chiamasse in lingua originale, come si chiamava questa forma del Supremo, perché qua si chiama Divo, è Dio, allora lui lo sa, quindi... つかなかった。そんな格好してんだもんな。
ちょいと人間の体を貸してもらったのだ。ピッコロのやつを倒しに来たんだろ。なんでわざわざ神様が。孫悟空よ、お前ミスターポポから私とピッコロとの関係を聞いたのではないか。私とピッコロは一心同体、もともと一人の人間であったということを。うん。そしてピッコロを殺せば、この私まで死んでしまうことまで聞かされてしまったのだろう。それを知ってしまったお前にはピッコロを倒すことはできんだろう。殺さずに何とかすっさ。何とかなるような甘い相手ではないこともよく知っているはずだ。もともとが私のまいた種だ。自分のことは自分で解決したい。剣道よ。お前の修行はほとんどミスターポポに任せておいたから、実力のほどは今一つ定かではないが、今のピッコロを食い止めることができるのはこの私しかいないと思っている。まさか相打ちして死ぬ気じゃねえだろうな。神だって命は惜しいぞ。それに神が自殺行為をするわけにはいくまい。心配せんでいい。良い方法を人間が教えてくれたのだ。さて、自分と戦いに行くか。さて、この準決勝第2試合でもう一人の決勝戦進出者が決定いたします。これまた素晴らしい好試合が期待できそうです。2人とも無名の新人でありながら超達人、マジュニア選手とシェン選手との一戦であります。おじけづいて逃げてもよかったんだぞ。そういうわけにもいくまいよ。さあ、では準決勝の試合です。始めてください。あっさりと片付けてやる。あいにくこの俺の標的は貴様などではなく孫悟空なんでな。孫悟空を抹殺し、邪魔者のいなくなった後で再び世界征服を狙うつもりなんだろう、ピッコロよ。なぜそれを。この場で俺のことを知っているのは孫悟空だけのはず。あ、そうか、そういうことか。貴様の正体が分かったぞ。その姿は借り物ということか。下界に何の用だ、神め。今頃分かったか、ピッコロ大魔王よ。下界に来たわけは言うまでもなかろう。まさかこの俺を退治しに来たとでも言うんじゃないだろうな。まさかではない、その通りだ。一体どうしたのでありましょうか。シェン選手、何やら激しく言い合っておりますが、さっぱり言葉が分かりません。聞いたこともない言葉です。このピッコロ様を退治だと。貴様血迷ったか。貴様と俺とはもともと一心同体だ。俺を殺せば神である貴様も死ぬことになる。そんなことはもちろん承知しておる。まさか自殺する気じゃあるまいな。心配せんでもいい。自殺などせんでも、お前の悪を食い止める手段を人間が教えてくれたぞ。覚悟は良いな。まさか魔風魔だ。はあ、うわ、魔風魔返し。しまった。まさかこんな結果に。せめて
この人間の体だけでも返さねば。そうよ、私は死んでも構わん。こいつを倒せ。よう清めてくれ。つぁこのピッコロ様にいつまでも同じ手が通用すると思ったら大間違いだ。もはや俺様に弱点はなくなったんだ。ダウンです、シェン選手。そこに倒れている男はただの人間だ。気がついたところでどうしようもあるまい。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。神様が、あのちっこい瓶の中に吸い込まれちまった。ナイン、テン、立てません。マジリア選手、不思議な技で勝利。決勝戦進出を果たしました。どけ。おい、その瓶、オラによこせ。冗談じゃない。せっかく鬱陶しいやつを封じ込めたんだ。さあどうする。これで俺様を殺さん限り瓶は戻らんぞ。だが俺を殺せば奴も死ぬ。困ったな。もしもし、シェンさん、大丈夫ですか？いちち。ん？よかった。気がつきましたね。あれ？あの、ここは、ひょっとして、天下一武道会の試合をする？え？そうですよ。頭でも撃たれましたか？変だな。わしゃいつの間にこんなところで。酒でも飲んだっけ？いや、これはどうも。あらら、なんか別人になったみたい。ん？そういや、亀仙人のじいさんは？あれ？さっきまでいたのにどこに行ったんだろう。ほっときなさいよ。どうせトイレか女性のお尻を追いかけに行ったんでしょう。ちくしょう、あの野郎、神様を。そう、教えろ。あのマジュニアというやつは何者なんだ。雰囲気で魔族のものだとはわかるが、あの強さはただものじゃないぞ。その通りじゃ。悟空よ、訳を話せ。ああ、無天老師様。うん、もう隠してても意味ねえかな。正直に話す。あいつはピッコロ大魔王だ。何だと？バカな。ピッコロならお前が完全に退治したはずだ。ああ、確かに倒した。でもどうやらピッコロは死ぬ前に卵を残したらしいんだ。その卵にピッコロの全てを詰めて、だからその卵から生まれたあいつはほとんどピッコロと変わりねえんだ。しかし俺は見たぞ、今のマフーバでシェン選手から。そうだ、シェン選手の体からもピッコロのようなやつが飛び出して瓶に吸い込まれた。あの人はピッコロじゃねえ。人間の体借りてピッコロと戦ってた神様だよ。神様とピッコロはもともと一人の人間だったんだ。神様になるために捨てた悪い心がピッコロになっちまった。だからどっちも相手を殺せば自分も死んでしまうんだ。なるほどな。自分を殺さずに相手を消し去るにはまさにマフーバはうってつけじゃ。そのマフーバっちゅうやつで神様は瓶に閉じ込められちまったんだけど、元に戻れるんか？蓋さえ開けられればな。
うすんだよ。瓶は奴が飲み込んじまったし、なんとかしたくてもあいつの強さは異常だぞ。確かに、はっきり言って神様が負けた以上、今の俺たちでは束になってかかってもかなう相手じゃない。この中で可能性があるとすれば、悟空、お前だけだ。すまんの、魔風馬も通用戦今となってはお主だけが最後の望みじゃ。大丈夫、オラがなんとかすっさ。大丈夫って、お前なんか策でもあるのか。そんなもんねえけど、やってみなきゃわかんねえだろう。おいおい、さてと、決勝が始まるまで何してよっかな。あ、悟空さん待ってけろ。あれは余裕なのか、開き直りなのか、わからんけど、あいつは昔から不思議な安心感がありますよね。今回も期待していいのでは。Ok, adesso c'è la finale. どうぞ。じゃ、やってみっか。頑張れよ、悟空。死ぬでねえぞ。ほら、新婚早々未亡人なんて嫌だべ。仲間と別れを惜しむ必要はないぞ。貴様を殺した後、すぐにこいつらもあの世に送ってやるからな。そんなことにはなんねえさ。さあ、第23回天下一武道会、天下を取るのは果たしてどちらでしょうか。覚悟はできたか。何の覚悟だ。もちろん死ぬ覚悟だ。それでは天下一武道会決勝戦、始めてください。Durante lo scontro, la finale, perché durante la finale, ora ovviamente inutile dire, ci saranno 3-4 scontri almeno.
È buono perché almeno come noi, se uno vuole giocare in due, si alterna nel fare gli scontri. なんてやつだ、これやがった。おのれ。この俺様に一瞬とはいえ、恐怖を与えおったな。ものすごい孫悟空選手の攻撃でした。しかし、マジュニア選手、信じられないことにこらえきりました。あれ？はて、どこかで。似てるぞ、ピッコロ大魔王に。ピッコロ大魔王？そういえば。本当だ、似てる。そっくりだ。似てて当たり前だ。この俺はピッコロ大魔王の生まれ変わりだ。世界中に知らせておけ。孫悟空の息を止めた後、再び貴様らの王になってやる。ピッコロ様の天下がよみがえるのだ。さあこれは大変なことになりました。マジュニア選手は実はピッコロ大魔王だったのです。プロね。みんなも少し離れてくれ。その方がオラも叩けやすい。分かった。ゴミどもが散って静かになったぜ。言っとくが、おめえなんかに天下は取らせねえかんな。そういう自信にあふれたセリフは次の技を見てから言うんだったな。最後が見えてきたな。でっけえ。ok, l'ultima battaglia fatta con un diciamo gigante, quando è stata fatta è da con le scimmie. Perché l'ha preso? Ma sei un pippone. Ma
magari so che ci danno fa. Ah, devo saltare. Come? Stavo di avanti. La... Vabbè, dai, ho fatto un po' per lì. Cazzo. Oh. Io non so come schivare quella mossa. Sì, no, quanto danno, se muoio impazzisco. No. Oh, no, finita no. Ancora non ha messo il piede di sopra. No. それぐらいの大きさだったら怖くなんかねえさ。もっともっとでっけんだったらやべえけんどな。これ以上は大きくなれんとでも思ってたのか。え、まさかそれで目いっぺいじゃ。見るがいい。一体そうか、私はマフーバを跳ね返されて。神様ですな。悟空のやつが見事な作戦であなたを救出したのです。悟空が？おのれ。なんだ、元に戻るんか。また体の中に入られちゃまずいもんな。この俺をここまで。許さん、絶対に許さんぞ。何もかも吹き飛ばしてくれる。ピッコロ大魔王様の最後の賭けを受けてみるがいい。なんてものすごい気だ。こんな超パワーな気は初めてだ。いかん、こりゃとんでもないぞ。逃げろ。みんな今すぐこっから離れるんだ。悟空座はどうする気だ。ほら、これで見せる。バカを言え。いつまで五条を張るつもりか。一緒に逃げろ。逃げるんだ。
する時間ね。聞こう。おいみんな、死にたくなかったらこの穴に飛び込め。よし。コク、無理するんじゃないぞ。無理だ、ソン。てめえ、もたもたすんじゃねえよ。神だかなんだか知らねえが、とっとと入りやがれ。死ねえ。終わった。どうだ。なんとかこらえちゃったもんね。バカな、そんな。もう、おめえに勝ち目はねえ。今ので残ったすべての気を使い果たしちまったはずだ。優勝いただき。Comincia lo scontro con Ma Junior. Usare il potenziamento. Ma lui? Però c'è la tecnica. Sì, 26. Yes!
fuori dalle zone rosse, questa. Pure se stai fermo. Tanto la camera è un po' scarsa, cioè perché non fa danni, diciamo, in sequenza mi fa solo uno e basta. Vai. E il Kaioken. Ma va, ci. Vai, spamma, non ti ferma. No, la camera mia. Vai, ora la camera mia ce la potevi fare. Ah, buona. Qua credo che sia stato fortunato. Perché potrebbe essere tranquillamente qualsiasi altro tasto. Ah, 152 tiri. È tranquillamente buonissimo, però. シンパノちゃん、カウント。はい。これはひょっとして死んでいるのでは？死んじゃいねえさ。こいつはそんなヤワじゃねえよ。ではカウント。ワン、ツー、スリー、フォー。5 6 7 8 9。はあ、まだ生きていやがるか。だが残念ながらここまでだ。まずは右足、左足。これで動くのは左手だけだ。だが前の戦いでは腕を一本残してしまい、父は破れた。これで貴様は全く身動きができん。さ
最後の一撃を食らうがいい。殺される、悟空が死んじゃうぞ。おい、天津飯とやら、この私を殺してくれ。そうすれば奴も死ぬ。しかし早くせえ。神は自殺はできん。それ以外に孫を救う方法はないぞ。やめろ。そんなことすんな。この一瞬を俺は待ち焦がれていた。ピッコロ大魔王の仇はピッコロ大魔王が撃つ。死ぬ。悟空、ハハハ、粉々になりよったぞ。いくらシャンロンといえど、これではもう復活はさせられまい。勝ったぞ。孫悟空は死んだ。恐怖に満ちた魔の世界を復活できるのだ。そんな畜生、よくも悟空を。最悪の事態になってしもた。ついでに貴様たちも始末をしてやる。あの世で孫悟空と対面するんだな。なんだと。くそ。ん？ん？なんじゃクリリン。天津飯さん、あんた目がいいだろ。あれひょっとして。やっぱり悟空だ。なんと悟空術だ。おめえの負けだ。一撃を武空術で避けるなんてな。驚かせやがってこの野郎。オラ優勝したぞ。大丈夫け悟空さん。あんまし大丈夫じゃねえ。すぐに病院へ連れてってやるぞ。心配無用だぎゃ。オリが先祖を持ってきてやったんだわ。あ、お前は。やじろべ、なんでここに。
ちょっと様子を見に寄っただけだわ。そしたら急に爆発してまうもんだで、とっさに隠れてって、そんなことはどうでもええでしょう。ほら、行け。ありがてえ。武道会で優勝したぞ。なんとやべ、待て。なんだソン。そりゃこっちのセリフだよ神様。一体何をする気だったんだ。こやつはまだ生きておる。息の根を止めねばならん。生かしておいてはならんのだ。ピッコロを殺せばあんたも死ぬんだぞ。そうなったらシェンロンに頼んで私だけを復活させてくれればよい。神様が嘘をついてもいいんか。何ドラゴンボールとシェンロンはもともと神様が作ったんだろ。だから神様が死んじゃったらドラゴンボールとかも消えてなくなっちゃうんじゃねんか。それは本当ですかな。この私なんぞ、もうとうの昔に神をやめるべきだった。ピッコロなどという恐ろしい悪を生み、その力は神をも超え世を混乱に陥れたのだ。そんな私に神の資格などあろうはずがない。死んで当たり前なのだ。じゃが世を再び平和に導かれたのもあなたですぞ。あなたの作られたドラゴンボールがなければ今の孫悟空やここにいる者たちの成長や出会いはなかった。たった一個のドラゴンボールから全てが始まり、そして世を守ったのです。ソンよ、良い師匠に出会い育てられたな。うん、ちょっとエッチだけんどな。いやわしは基本をちょっと教えただけで、ここまで成長させてもらったのはあなたやカリン様が。はっ、やはりお前は亀マークのついた道着が一番似合うわい。サンキュー。ヤジロベ、センズもう一粒くんねえか。え、おめは一つじゃ足りなかったのけ。ほれよ。サンキュー。食え、元気になっぞ。お前、何するんだ。おめえがこのまま死んじゃったら神様も死んじゃうもんな。それによ、宿敵がいなくなっちまうっちゅうもちょっとだけ寂しいしな。その甘さが命取りなんだ。今日のところはこのまま引き下がってやるが、そのうち必ず貴様を倒し世界をいただく。この次に会う日までせいぜい楽しんでおくんだな。もっともっと修行して強くなれピッコロ。ほら、その強さをもう一歩超えてみせる。あんなにチビだった孫くんなのに今は山よりも大きく見えるなんてね。悟空さん。何すんだよ父。そうか、忘れておったわい。悟空のやつ新婚さんだったんじゃ。ソンよ、私に代わって神になってくれぬか。その資格は十分にある。二人で天界に住むがいい。え、
オラが神に？冗談じゃねえ、やだよ。あんな退屈なとこにずっといたらそれこそ死んじゃうよ。私の後を引き継ぐのはお前以外にはおらんのだ。ビー金太運やーい。ソン、みんなバイバイ、また会おうな。スプリー悟空、追いかけなくてもよろしいのですか。いや、無理強いはできない。あやつはひとところにとどまる性格ではありませんからな。なに、そのうちさらに強くなってひょっこり現れるでしょ。神様の誘いを断ってよかっただか。あんなとこ行ってもつまんねえよ。それよかおらもっと強くなりてんだ。そんでピッコロよりさらに上に行く。天下一武道会で優勝してもまだ強くなるべか。さすがおらの旦那だべ。どうせならピッコロよりもぶっちぎりで強い男になってけろ。ああ、よし行くぞ。父、振り落とされんなよ。悟空さん、今日からオラたちの新婚生活が始まるだな。その新婚生活っちゅんがよくわかんねえんだけどさ、一体何すりゃいいんだ。そりゃまずは新居をどこにするか決めたいだ。ん？このうちじゃダメなんか。ここは二人で住むには狭すぎるべ。夫から結婚祝いで家のホイポイカプセルをもらったし、どこに建てるか決めるだけでいいだよ。二人で暮らす大事な家だからな。場所にはこだわりたいべ。ほら、どこでもいいから全部父に任せぞ。そんなこと言わず、悟空さんも一緒に考えてほしいだ。夫婦っていうのは何でも二人で話し合って決めるもんだってよく聞くだよ。ふーん、そういうもんなんかんだ。早速二人でいろいろ見て回るべ。ここなんかいいんじゃねえか。オラもっと静かなところがいいだよ。ここはちょっと落ち着かねえだ。そうか、じゃあここならどうだ。確かに静かで見晴らしはいいけんど不便すぎるべ。金太運がねえとどこにも行けねえだよ。え？じゃあここじゃ別荘だべ。修行する場所じゃねえだよ。じゃあさ、ここはどうだ。完璧だべ。まさにオラの理想の場所だ。そっか、いい、よかった。だ、早速家を建てるべ。へへへへ。父、あぶね。父、大丈夫か。ああ、怪我はないだ。ち、外したか。運のいいやつめ。おめえら、あぶねえだろ。なんでこんなことすんだ。へへへ、俺たちはお前を消すように頼まれたのさ。こんなすごい武器までもらっちまったぜ。
かなり恨まれてるみてえだな、孫悟空さんよ。おめえら、オラのこと知ってんか？そういうことだ。あんたが何をしたのかは知らねえが、消えてもらうぜ。Ah, un combattimento extra. Boh, non credo però. Ok, combattimento molto easy. Era una missione. Sono tipo tempo. で爆発音がしたと通報があって飛んできたんだが、もう大丈夫だ。悪いやつはみんな悟空さんがやっつけてくれたからな。なんと君は強いんだね。こいつらが手したことねえんだ。いやいや、重火器を持ってるんだよこの男たちは。ん？どうしただ？こいつらは全員指名手配犯だよ。捕まえてくれた君には謝礼を渡さないとね。謝礼？なんだそりゃ。悪いやつを捕まえたからお礼がもらえるってことだべ。こいつらは3年前ピッコロ大魔王が国を乗っ取ろうとした時に刑務所から脱獄したんだ。その後もいろいろと悪さをしていたようだから捕まえてもらって本当に助かったよ。ははいいって言って。だが脱獄した悪党たちはまだたくさんいてね。え？そいつらが中心になって仲間を集めたらしく、今では人数が相当膨れ上がっているんだ。Ci sono delle missioni che ti pagheranno, tipo catturando criminali. 君は腕が立つみたいだし、この悪党たちを捕まえるのを協力してくれないかな。悪党たちを捕まえるたびにお礼をするから、近くにいる警官に話しかけてくれればいいよ。もちろん私に知らせてくれてもいい。私は普段西の都のパトロールをしている。ああそうだ、もし悪党の発見情報があったら君に通信で連絡するよ。よくわかんねえけど、悪いことしてるやつがいたらやっつけりゃいいんだな。ピッコロに比べたら全然弱いけんど、修行の足しぐれにゃなるかもしんねえな。悪党を懲らしめんのはいいことだけんど気をつけてくれな悟空さん。心配ねえって。
こんな奴らには負けねえさ。心強いな。それじゃあ私はこいつらを連れていくよ。それじゃあ悟空さん、慌ただしかったけんど早速新居を建てるべ。へえ、なかなかいい家じゃねえか。悟空さんのおかげで最高の場所に家ができたべ。でもさっきみてえなことがあったらのんびり新婚生活を楽しむのは無理だな。あの悪党たち悟空さんのことを狙ってるって言ってたし。そういやそんなこと言ってたな。誰に狙われてるか心当たりはねえのか。わかんねえな。Ok, quindi praticamente abbiamo finito, adesso salviamo. Ci sono un bel po' di cose da fare. Che stavo dicendo che crashava nel momento del salvataggio. Va bene ragazzi, per questo DLC è tutto. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo con delle prossime live, sicuramente porteremo altre live anche perché abbiamo un sospeso. A way out.